つくし先生に昔書いてもらった俺のアバターあるよ。2年前なんすね、これ。めちゃうまい。サイン付きだし、これ。これ、高値で売れるんじゃね？売っていいですか？俺のお返ししてないっすね。あれ書こうかな。メイドイアミスのキャラ。やったー。マジっすか？ありがとうございます。書けるかどうかわからん。これどうなってんだ？漫画とかで読んでると、あんま気づかんけど、思ったよりすごいな。デザインが。複雑というか。ちょっと香水買いました。いろんなグッズ出てるよね。作者のアクリルスタンドとか。よくわからんけど。めちゃくちゃ笑えるよ。マジかよ、みたいな。こういう足書いたことねえから、あんまり。読むもんでいい。間違ったらこれ。読んで合ってます。やった。ありがとうございます。本人が早い。早いんですね。よく来てくれてるイメージあるんですけど。めっちゃチェックされてんの？しかし。ありがとうございます。爆速で高評価。ありがとうございます。いや、もう本当に何から何まで。あ、いいな、この銅は。すごく。いや、俺の好きなタイプのストーンってやつ。俺はこのひねれそうなくらいの細さ好きだけど。めっきょっ。これ、後ろのやつ、これ木？何これ？木だな。後ろのやつ、木の板です。ありがとうございます。木の板か。サポートが、原作者サポートがついてるのはありがたい。これで、これでごまかすか。メイドインアビスのグッズ買ってた。本人に言ってあげて、喜ぶと思われます。ちゃんといる。あ、これ、ヒゲこうなってんの？ごめん。繋がってんのか。もう一度言っとかないといけないけど。申し訳ない。ナーチの動向は横長です。あ、マジっすか？すいません。あ、ほんとだ。直します。ちょっと待って。なんか変だと思ったんだよ。いや、助かります、それは。つくし先生、そばちゃんか、これ。すいません、ありがとうございます。そんな、お金払ってまで。動向を。こうですか？やったー。できた。やったー、かわいいな。ありがとうございます。よかったー。つくし先生からもらったイラスト、サイン入ってたの。俺もサイン入れてみようかな。サインどこに入れないんだ？入れたことねえからわかんねえな。サイン練習したよ。かわいい眉毛塗りました。塗ってねえ、忘れてた。ありがとう。ちょっと直そう。危ねえ、ナイスです。めっちゃナイス、それは。助かった。これ OK。サインいらなくねえか、やっぱ。ダサい気がする。なんかいらん気がすんな。まあいいや。なしで。代わりに謎の角球でも散っとくか。真似しよう。ここのラインに光が入ってるやつ。緑にした。すごい、僕が3個も線入れるより、よく仕上げちゃった。いや、つくし先生書き込みすごいから、しょうがないと思いますけど。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お疲れ様です。あ、つくし先生も、なんか最初から最後まで、ありがとうございました、本当に。ちょっと。